黒いぼ竹綱は、シ死キンモン茶ケアモンに属し、23目110、かにお,およそ1300属1万9000種を含む綱。かつて小ふさしのう金孔と呼ばれていた、分類群に大雑把に対応しているが、小サシノウキンのうち系統的に離れた菌については、ユーロチウム金孔系とチリウム金アズナイと、移されている。 植物病原体として重要な種が含まれているが大半は内生菌化、倒木、落葉、糞などにつく不生菌である少数だが地位を作るものもある。偽死脳核と呼ばれる鼻形の死脳化を形成し、その中に二重壁の死脳を生じることが多い。文字カビ目のようにそれ以外の構造を作るものもある。かつて死脳菌の綱レベルの分類は 死脳科の形態に依存しており、死脳科として死脳核を生じるものを各均衡に分類していた。1932年にナンフェルトが死脳科の発生様式に注目し、死脳科が二角化した二次菌種から形成されるものと、通常の一次菌種からなる偽死脳核を形成するものとを区分した。後者は死脳が二重壁であるという特徴を持ち、1955年に、 ラトレルが小ふさしのウきんとして独立させた。しかし研究が進むほど、こうした単純な特徴で分類することは困難になっていき、1993年の体系では、綱レベルの分類を放棄するまでになっている。分子系統解析が導入されると、これまでの形態的な特徴を組み合わせることで、大雑把に系統を識別することはできるとして、 黒い棒竹綱を含む13の綱が設定された。ありがとうございます。